シャーリー、シャーリー。シャーリー、シャーリー、大丈夫？顔色悪いよ。悪い夢でも見たのか？夢だよね。もうわからないよ。俺に話してみてもいいよ。ちょっとは楽になるかもしれない。昔のことを夢に見たの。アーシャとお兄ちゃんのことだけど、みんないなくなって、しかも恐ろしいものがいっぱい出てきて、あれは何を意味してるのかな。最近忙しかったし疲れてるのかもね。もっとのんびりしてもいいと思う。大丈夫、もうだいぶ落ち着いたから。ごめんね、心配させちゃって。ありがとうね、シャーリー。本当に平気だって。夢にうなされるなんて私らしくないし。それより何か用があるんでしょ？うん、この間の道元の話の続きについて。貴玉様から天正閣行きの召集がかかったんだ。道案内はハンルーがしてくれるって。もう家臣府で待ってるらしい。それは急がなくちゃね。出発しよう。